時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君色と争わない弁護士工藤敦子です。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、この番組は日曜日の憂鬱な気分を希望に変える内容となっております。最後までご視聴どうぞよろしくお願いいたします。また番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス宛先は 797@fmgino1.com 797@fmgino1.com までお願いします。また YouTube でも同時に配信をしております。 YouTube から fmgino1 日曜日の憂鬱を検索していただけるとご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。お願いします。はい、はいはい、3月も19日となりました。はい、卒業式とかもう、あ、桜も東京は開花ですね。開花ですね。はいはい。今年早いですよね。早いですね。暑いし。暑いし。暑いっていうか、もう暖かい超えて暑いですね。暑いですよね。はい。沖縄もっと暑いですよね。沖縄は暑いですね。はい。海開きですね、多分。ああ、確かに。はい。夏が近づきますね。うん、はい、今日はそしてゲストさんをお迎えしております。そうですね、はい、ちょっとこの後ご紹介させていただきます。はい、はい、じゃあまずその前にですね、ゲストさんからのリクエストもあった、曲でこちらをお聴きください。由来さんのディンサグの花です。はい、でですね、本日も、素敵なゲストをお呼びしてますので、ちょっとご紹介したいと思います。本日のゲストはですね、沖縄在住でですね、音響セラピストの、寺島弥生さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそ、ありがとうございます。まず最初にちょっと質問なんですけど、この音響セラピストっていうのは、どういうことをやるんでしょうか？シンギングリンっていう、ボール型の楽器を使った、はい、音響って言いますか、音を使ったセラピーをさせてもらってます。なるほどです。それが何かセラピーってことは、はい、どこかで、はい、お客様に施術するみたいな感じなんですか？はい、そうなんです。私、沖縄の南城市の玉城っていう場所に住んでるんですけども、はい、普段は、その玉城にある古民家を借りて、そこで施術ベッドに寝ていただいて、そのシンギングリンを体に直接当てて、その振動を使ったセラピーっていうのをしています。おー、なるほどです。もともと、はい。もともと東京、千葉県出身なんですね。はい、そうです。で、東京にいて、沖縄に行って、その、音響、うん、その、はい、シンギングリンの、はい、セラピーをやるようになった感じなんですか？そうですね。沖縄に住んでから、たまたまちょっと講演会で奏でてる方がいらっしゃって、その音を聞いて、すごく興味を持って、で、沖縄に住んでからなんですけど、東京に学びに、東京とか神戸に、講座を学びに行って、入院してから、シンギングリンは始めました。なるほど。そうなんですね。はい、初めて触れた時にどう感じたんですか、シンギングリン。私もともとシンギングボールとかクリスタルボールとか結構ボール楽器はもともと好きだったんですけども、シンギングリンっていうのは日本人が作った日本の楽器なんですけど、音が、はい、全然違って、ものすごくなんかもう
音聞いた瞬間に、なんていうか、すごく印象的で忘れられなくなって、まずは本当、お仕事とか何も考えずに、ああ、なんかこう、自分で奏でてみたいなっていうところから始まりましたね。はい。クリスタルボールはまだ耳慣れるというか、私も聞いたことがある言葉なんですけど、シンフォニーって、なかなか珍しいなって思ったんです。まだされてる人も少ないのかなっていうふうに思うんですけども、こうシンギングリンは、なんていうんですかね、こう、体に、こう、吸盤をつけて直接当てられるのもすごく特徴、大きい特徴であったりだとか、大きさがこう、大きいのが宇宙っていう名前がついていて、小さい方が大地っていう2種類の大きさしかない楽器なんですけども、この2つでこの宇宙にある全ての倍音を奏でることができるって言われていて、結構他のボール楽器とは違う、なんかなんていうんですかね、結構異なる特徴がたくさんあって、今いろんな研究もされている楽器なんです。はすこれはごい。沖縄のなんか沖縄から発祥したとこ全じゃ然。で、本部は東京にあって、ない。製造は、なんていうんですかね、富山の職人さんが作っていて、で、はい、沖縄発祥ではなく、はい、開発者の方は内地に住んでいます。ああ、そうなんですね。はい。でも直接体にって珍しいですよね。そうですね、この振動が、例えば手のマッサージとかで届かない、血液だったり、骨の奥だったり、いろんなものに届くので、すごい、何て言うんですかね、本当にその人それぞれにいろんな変化があって、すごく面白いですね。なるほど。どうでしょう。マッサージみたいな感じなんですはい、そうなんです。結構、楽器のセラピーって聞くと、すごく音を聞くだけって勘違いなさる方すごく多いんですけども、実際に本当にこう細かく足の裏とかこの脇の下とか細かいところまで全部当てていくので、すごくこう振動の気持ちよさもあるし、あと全ての楽器が同じ周波数で作られてるので、一つを鳴らすと全部共鳴して、こう音がドームを作ってくれるんですね。なので、この肌で感じる振動と音による、なんていうんですかね、このリラックス効果、両方楽しめるっていう、すごく珍しいのかなって思います。クリスタルボールとかは割れてしまったりするし、シンギングボールはこの吸盤がつけられないので、その振動を実際に感じることができる、楽器のセラピーってなかなかないんですよ。それも特徴的だと思います。このシンギングリンのセラピーをされてる方っていうのは沖縄には他にいらっしゃるんですか？はい、いらっしゃいます。なんかだんだん増えていらして、あと私のところに、セラピーだけなんか温浴会って言って、こう、何名かの方に集まっていただいて、音を聞いたり、体の上乗せるっていう会もしてるんですけども、それをきっかけに結構楽器を購入されて学び始めてる方っていうのもいらしたりして、だんだん増えていくと思います。人口でいうと、どこが一番、なんすか、結構全国そうですね。でもあるんですか？東京が一番セラピストさんは多いと思いますね。あとちょっと今、オーストラリアでも結構広まっていて、はい、日本に学びに来たりとか、あと、ズームで今つながって、オーストラリアにも、その公認セラピストさんや公認パフォーマーさんっていうのが結構増えてるって聞いてます。そうなんですね。なるほど。島さんは、もともとは、どんなお仕事をされていたんですか？ですね、出産したのが2011年なんですけど、その前まで、ちょうどその時まで東京に住んでいて、その時はシステムエンジニアしてました。そうなんですね。
まあ、今と全然違うお仕事をさせていただいていて、はいはい。まあ、そうですね、自分が、ね、こういう音を使ったなんかセラピーをやるっていうのは全然想像してなかったと思います。そうなんですね。なんか、肩が凝っちゃいそうなお仕事です。ああ、そうですね。そうですね。私も昔ちょっとだけやってましたああ、そうなんですね。はい。いじるのは未だに好きなんですけど。そうなんですね。もう私かなは、り、あれですね、夜通し働いてた感じですか？ここまで働いてたと思います。そうなんですね。そこから、まあ、その時は東京にお住まいになられていて、その後、どういう場所に、住んでいらっしゃるんですか？夫の転勤で新潟に住んだり兵庫に住んだりって結構転々としてたんですけども、そうですね、兵庫に住んでる時にちょっと娘が学校に行けなくなってしまって、でちょっとしばらくは兵庫でいろんな学校見学したりしてたんですけども、なんとなく、こう沖縄が大好きですごく毎年こう旅行に来てたんですけど、なんかそういう時にちょっと、まあなんか学校をこっちでも見てみるっていう感じで見てたら、娘がすごくなんか、なんか行ってこっちなら通えるかもみたいな感じで話してくれて、でやっぱり私も沖縄がすっごく好きっていうのを、なんかちょっと住んでみようかみたいな、こう気軽な感じで。私と子供たちだけで、ちょっとこっちに、まあ仮っていうか、住んでみようってなったんですよ。転勤が多いお仕事なので、やっぱり子供も学校変わるっていうのがちょっとストレスでもあったのかなとか、いろいろ思って、このままちょうどなんていうか、やっぱりこっちに住んだらすごく学校が合ってたみたいで、楽しく通うようになって、たのもあって、今も沖縄にずっと住んでるっていう感じで。そうなんですね。やっぱり今まで住んだ中で沖縄は違いますか？すっごくなんかしっくりくる感じがあって、今住んでるこの多摩城っていう土地もすごく好きで合ってるなっていうのを感じているんですね。借りてる、そのセラピーのために借りてる古民家もすごく雰囲気がよくって、こうお客様もその古民家ファンって言いますか、この場所が好きっていう方もとっても多いので、いろんな方になんかなかなか古民家でのセラピーって体験できる、ね、機会少ないと思うんで、いろんな人に見てもらえるっていうのもなんかね、古民家場所にとってもいいのかななんて思います。すごい。場所も素敵なんですね。とってもいいところです。古民家は自分で探したんですか？たまたま。そうなんですね。ちょっと近所に、うち同じ集落のアパートに住んでるんですけども、なんかこう散歩してる時に、すっごく雰囲気いいなって言って、こう覗いてて、で、ちょっとなんか、わ、借りたいって思って、たら、思ったすぐ後に、公園で、ちょっと、おしゃべりをしたおじいさんがたまたま家主さんだったんですよ。すごいですね。もうそこに運命だったんですね、じゃあ。だからなんかこうご縁もあるのかななんて思って、もうそのままもう勢いで貸してもらいました。すごいご縁ですね、本当に。ですね。その家主さんもセラピーは受けられたんか。もう受けてないです。ねえ、なんか、いつか受けてもらいたいですね。そうです。その古民家ではどのぐらいの頻度で開催されてるんですか？もう完全予約制で予約があればっていう感じで、ここでいつもやってますね。翻訳会をそこでやりたいっていう方がいれば、何名かの方でそこでやったりもしますし、結構最近だと、なんか、沖縄旅行のついでに来てくださる方とかも増えて、なるほど。はいはいはい。
そういう、なんていうんですかね、東京とか、街から来てくださる方も、やっぱり、なかなか、その自然の、ね、空気感の中で、結構鳥の声とかすごい聞こえるんですけど、こう、鳥の声とか、虫の声とか聞きながら、またセラピー受けるっていうのもいい体験になるみそれは何かけ、あれなんですか？インスタとか、例えば、何か検索して、私、パナヌファっていう名前、屋号で、お店って言いますか、活動してるんですけども、パナヌファ.11っていうインスタからがいいかな、インスタから、メールで、ご予約いただければっていうふうに思います。へえ。わかりました。インスタですね。インスタにも結構アップされてるんですか？その古民家の。雰囲気、載せてるので、見ていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。100年以上の古民家なので、なかなか、そこまで建ってて、こう、残ってるっていうのは珍しいみたいなので、はい。そんな方に見ていただけたらいいなって思います。100年以上、すごいですね。はい、すごい歴史ある古民家みたいです。すごい。大家さんは、もう何代目とかそんな感じなんですか？なんかもうね、家系図見せていただいたんですけど、なんかすごかったです。すごい、家系図あるんですね。結構沖縄の方、なんか結構この多摩房総っていう場所、なんだろう、首里から王族が逃れてきた土地でもあるので、なんかこう歴史がある集落っていうふうに聞いていて、なんかここの方も、お家遊び行かせていただいたとき、家系図見せてくださったんで、なんか、この辺の方は、ちゃんと家系図とか大事にされてるんだなと思って。そうなんですね。この集落自体は結構見どころがたくさんあって、こう湧き水が湧いていたりだとか、ちょっとこう、石畳の道があったりとか、セラピー受けてくださった後に散歩されるのもすごくおすすめの場所です。いいですね。行ってみた。今ちょっとこれ見てるんですけど、確かに、このなんか、こういう、暮らせたら最高にいいですよねって感じですよね。都会に住んでるとなんか そうですね。やっぱりこの、なんかね、外と、なんか雨の音とか鳥の声って結構、部屋に入っちゃうと聞こえなかったりするじゃないですか、マンションとかアパートとか。でも古民家だとこの自然の音と結構近いっていう感じが、また普段ない体験になるみたいで、結構そうですね、それがすごく癒されるって方も多いです。まあでもここで育ったら多分東京とかちょっと嫌でしょうね。なんか まあ多分東京が悪いとかじゃないですけど、こう、好きな人はあれですでも都会もね、楽しいですよね、たまに 行くと。たまぐすか結構、那覇もすごく近いので、なんかそういう距離感もすごく、なんていうんですかね、不便すぎないっていうのも、魅力で、空港からも30分で来れますし、私もたまにちょっと街を楽しみたいときは、那覇や宜野湾に出たりするので、月に1回宜野湾でも出張でセッションさせていただいていて、そうなんですね。なんかこう、ね、やっぱり普段お仕事とかで結構忙しくされてる人とかにこそ受けていただけるととてもいいのかなって思うので、なんか都会の人にもぜひ、知っていただきたいです。これやっぱりでも古民家でやるのに意味があるとかではなく。おすすめではあるんですけど、でも全然出張の場所でも、すごい十分、楽しんでいただけると思います。ここにご依頼いただいて、お家に行って施術っていうのも受けてるので、結構そうすると家の、なんていうんですかね、空間も振動でやっぱり整うので、部屋がちょっと、
気になるっていう方は、家でやってほしいっていう方も、全然受けてますので、すごい。来るのはっていう方が、もう、ぜひ、ご連絡いただけたらって思ってます。部屋の振動が整うっていうのは部屋の、なんていうか、結構沖縄って敏感な方がとっても多いので、やっぱり、どんなことも周波数だと思うんですね。なので、はいはいはい、やっぱりこう、ちょっと気が良くないなっていうのは、はい、この音で整えることってできるっていうふうに感じていて、そうですね、音を鳴らすと、あ、変わりましたっていうふうにおっしゃってくださる方もとても多いんですね。出張で音浴会すると、体だけじゃなくて、この場所も整うので、それで結構、古民家ではなく自宅でしてほしいという方もいらっしゃいます。出張はどのぐらいの範囲まで大丈夫なんですか？沖縄県内なら結構広いですよね、沖縄県内。でも離島とかは難しいですけど、はい、北部も行ったことありますし、北部の方は玉城まで来てくださることもあるんですけど、はい、はい、やりたいと思ってます。今はなんかネットで、はい、そうインスタとかで一気に広まりますよね、はい、あ、見ていただけたらとっても嬉しいです、はい、そうですね、ぜひね、リスナーの皆さんもインスタに登録していただいて、はい、ぜひ見てみてください。はい、はい、うんうん、1回どのぐらいのお時間がかかるんですか？施術時間はだいたい1時間ぐらいで、あとちょっと前後カウンセリングするので1時間半ぐらいいただいてます。はい、なんかそれやった後は結構どのぐらいの頻度でやるのがおすすめなんですか？そうです、本当にそれぞれなんですけども、はい、気に入ってくださって毎月来てくださる方もいるから、本当に節目とかすごく疲れが溜まったらっていう方もいるんですけど、何かちょっと体の気になる症状とかがある方は、はじめちょっと短い間隔で集中的にやっていただくと、すごく変化が分かりやすいっていう風に、毎日やってもいいもんなんですか？はい、やりすぎっていうことがないみたいで、今本当いろんな実験といいますか研究してるんですけど、そのやりすぎて何かがあるっていうことはないそうです。で、私も自分には毎日やってるので、頭にかぶって鳴らすこともできるんですけど、はい、脳の血流もすごく良くなったり、脳波がこう瞑想状態の脳波になるので、すごく結構お仕事とか思考ですごくもう脳が忙しい方とかは、音を聞くだけでもとってもおすすめです。なんか本当に、はい、なんかね、忙しい人たちに必要ですね、はい、そうですね、すごいですね。そっか、脳波まで変えちゃうんですね。そうなんです、脳波はすごく変わる、研究の結果も出ていて本にも載ってるので、ご興味ある方は、はい、ちょっと調べてみてください。それは、こうなんでしょうね、自分のこう正しい状態に戻すみたいな感じで、元の状態に戻してくれるっていうふうに言われていて、だから、そうですね、それぞれの方によって、体が疲れてる方や心が疲れてる方って、みんなそれぞれ症状が違うと思うんですけど、どんな方にも自分の必要な音が響くっていうふうに言われていて、いろんな変化があると思います。そうなんですね。ご自身もすごい変化は感じてるんですか？はい、なんかそうですね、そうやって思ってた古民家がすぐ借りれたりとか、あと本当に、なんていうんですかね、家族もすごく、なんかいい、調子いい状態になっていったりとか、自分の体もすごく、なかなか体調崩さなくなったりとか、やっぱりいろんな変化があるので、やっぱりこう、音って面白いなっていうふうに感じてます。へえ、すごいですね。でも音、そうですね。面白いです。のがね、あるんですね。なんか寺島さん自身がなんかそんなこう癒しの楽器のような方ですよね。そうですね。そうですね。そんなふうに言ってま
ありがとうございます。じゃあ、ぜひね、皆様も、そうですね。ね、東京の方も、観光とかね、出張で、お待ちしてます。連絡していただければと思います。今日はゲストに寺島弥生さん、音響セラピストの寺島弥生さんをお呼びしてお送りした30分でした。もう一回ですけど、インスタパナヌファですね。パナナファドット11ですか？あ、11。パナヌファドット11。こちらからご予約いただけるってことで。そうですね。これでも本当素敵な画像がいっぱい。ありがとうございます。いいかもしれないですね。これインスタ映えバズるとかなり。たくさんの方見ていただけたらとても嬉しいです。ですね。那覇空港から車で30分、いいですね。もう古民家の周りもたくさん、大島だったり、観光できる場所あるので、ついでと言いますか、観光の途中でもいらしていただけたら嬉しいです。そうですね。なんか多分、ちょうど、沖縄とか旅行で行くと大体恩納村とかあっちの上の方、そうですね。で、結構こう飛行機の、多分ホテル、チェックアウトして飛行機に戻るときに結構時間が空いたりするんですよ。そこからそういうそうのですに結構いいね。なと思ったんで、今。いいですね。最終日とかいいかもしれないですね。そうですね。もう南部も見どころたくさんあるので、いらしていただけたら嬉しいです。これ台風の時はどうするんですか？台風が違う。すごい赤瓦古いんで、結構雨漏りもあったりして、もうって思うんですけど、結構お客さんもそれでもこの古民家の雰囲気が好きっていう方が多いんで、それに励まされながら、コツコツ、修繕しながらっていう感じでやってます。ですね。ぜひ訪れたいです。ぜひ。ということで、そろそろ。お時間も何もでしたね。この番組は毎週日曜夜8時から放送しております。また来週もお聞きいただけると嬉しいです。今日は寺島弥生さん、ありがとうございありがとましうございました。た。皆さん、おやすみなさはい。